日は食べたかったね。うん。うん。食べてみて。一気に美味しかったのかな、これは。今日は一緒に食べれるご飯を作ろうシリーズ。今日ね、ナムルを作ります。ズッキーニと小松菜のナムルを作っていきます。レンチンでやります。リツクッキング。食べてみて、美味しいかな。どうでしょう、食べられますか。私の味に一緒だよ、一緒のやつだよ。いただきます。うん、美味しい、美味しいよ、ひうん、なんか普通に大人が食べてもしっかり味になっちゃったな。もうちょっと味薄めでもよかったな、子供用なら。まあいいか、うん、今日しょうがない。うん、でも美味しい。副菜として置いておこう。どれ食べる？ゆでじゃが食べますか？じゃがいも美味しいね。つくねをスティック状に切ったやつを食べています。鶏肉は美味しいね。もぐもぐしてね、お口もぐもぐ。どれがいい？野菜美味しかった？ズッキーニ食べてみようか。うん、うん、あ、美味しいね。よかったね。小松菜も食べられるかな。うん、うん、たくさん食べられるね。美味しい？うん、って顔してる。うん、うん、美味しいね。ちょっと味濃いめだったね。美味しかったね。じゃあじゃがいも食べようか。はい、じゃがいもどうぞ。十分美味しいぐらいの味の濃さ。食べる？あるよ。鶏にしようか。食べたかったね。うん。食べてるね。一気に美味しかったのかな、これは。食べますか？どれ食べる？ズッキーニ食べてみるじゃん。はい、どうぞ。ズッキーニどうぞ。お、美味しそうに食べましたね。うん、もう一つ食べる？うん、うん、子供用には鶏ガラ大さじ1でよかったね。うん、鶏食べますか？鶏好きなんだね。お野菜も乗せていい？ちょっと一個ずつゆっくり食べて、お口いっぱいになっちゃうよ。リツクッキング。はい、ではナムルのズッキーニ結構美味しかったので、まあ、味自体は4ぐらい、結構普通に
副菜としておいとくにはね、もうバッチリの美味しさなんですが、ちょっと子供向けっていうには味が濃かったので、あれは大人向けの味でしたね。なので今度作るときは鶏ガラを1にして1回混ぜて、塩はなしで混ぜてあげてから、大人用に塩を足して胡椒とかを混ぜてあげるといいかなと思います。ではまた一緒に食べれるご飯シリーズやっていこうと思うので、次回も見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。リツリツ。